パトリック・シックは、チェコ・プラハ出身のサッカー選手。チェコ代表、ブンデスリーガ・レバー・クーゼン所属。ポジションは FW。チェコの AC ・スパルタ・プラハのユースチームでキャリアをスタートさせ、2014年5月3日、FK テップリツエ戦でデビューを果たした。2016年7月13日、イタリアの UC ・サンプドリアに移籍。 この2016から17シーズンは32試合で11ゴールを上げるを見せると、2017年6月22日、ユベントス FC 移籍に向けてメディカルチェックを受けることが発表されたが、移籍は破断した。2017年8月29日、AS ローマに買い取り義務付けのレンタルで移籍した。契約期間は5年で、レンタル料金の500万ユーロに加えて、 買い取りには900万ユーロを支払う必要があり、さらに2020年2月までに2000万ユーロを支払う義務がある。条件達成次第で最大800万ユーロのボーナスを支払う必要がある。2020年2月前に売却された場合、ローマはサンプドリアに2000万ユーロか売却金額の50%が2000万ユーロより、高額の場合は売却金額の50%を支払う。 背番号は14番。2018年3月1日、シックがローマに完全移籍したことが発表された。2019年9月2日、r b ライプツヒに1年間のレンタルで移籍した。レンタル料は350万ユーロと最大50万ユーロのボーナスで、r b ライプツヒが2020の21シーズンの UEFA チャンピオンズリーグの出場権を 獲得した場合は2900万ユーロ。それ以外では2800万ユーロでの買い取りオプションが付随している。2020年9月8日、バイエル・レバークーゼンと5年契約を結んだ。遺跡金は2650万ユーロ。チェコ代表として各年代でプレーした。2016年5月27日、マルタとの親善試合で A 代表初ゴールを決めた。 2021年6月 UEFA ユーロ2020ではグループステージ初戦のスコットランド戦では2ゴールを挙げて勝利に貢献。このうち2点目のゴールは相手 GK の意表をついた45メートルを超えるものであった。続く第2戦のクロアチア戦ではデイアン・ロブレンから受けた肘打ちで流血するもそのファールで得たペナルティーキックを決めた。 ラウンドオブ16のオランダ戦でもゴールを挙げ、ベスト8進出に貢献。準々決勝のデンマーク戦でも得点ランキング1位のクリスティアーノ・ロナウドに並ぶ、大会5点目となるゴールを決めたが、試合は1から2と敗れた。得点ランキングではロナウドに並んでいたが、ロナウドが1アシストを記録していたた,ため、大会規定により、得点王のタイトルは獲得できなかったが、 シルバーブーツ賞を受賞。また、上記のスコットランド戦のゴールは、大会最優秀ゴールに選ばれた。スパルタプラハ。ありがとうございます。